T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。前回は大迫力のボスとシューティングのように戦いましたね。ふわふわ浮きながらね。で、目的地が表示されましたが、このまま行くのはつまらないなと。まずはこのエリアを埋めてからにしようと思ってます。それがいいね。まずは鎧の強化を。そうか、ついに三つ目。いろいろ考えておきましたけど、やっぱり炎の鎧からにしようと思います。そっか。結局ゼウスが一番最後になってしまったなぁ。だけど炎とか水、そして大地の毒など、固定される場合がある鎧は、積極的に強化した方がいいのではないかと。そうなのよね。他の鎧に変えられないタイミングがあるなら、常に強い方がいいもんね。ということで特に固定されないゼウスが一番最後になっちゃいました。仕方ないかな。追ってくるな。一定。それはひどいよ。出た瞬間炙られた。お、そうか。この強化ショットはブーメランのように返ってくるから、その点でも強いんだな。今まで以上にアピノの魔法も使えそうね。シールドと兼用なのが難しいですが活用していきたいです。あれ、これって鎧では？いいね。ただもう一つ必要なんだよな。これめっちゃ楽だし楽しい。そうか、一気に上昇できるのね。帰りの方が楽という珍しい状況に。え、ボスなの？こんなところに。クエストボスだな。もういいや、やっちゃえ。おお、サキュバスみたい。確かに。まあそれが現実かもしれませんね。でもあなただって相当な美人だと思いますけど。だいぶ拗ねちゃってるね。冷たくされてきたんだな。なんてことを。この貝殻だけは渡さないぞ。何の話よ。よ？冗談言っている場合じゃないかも。まずは敵の攻撃を見た方がいいな。基本は三角に投げてくるんだ。本当だね。うん、分かれば避けられそう。おう？スローパターンもあるのか。ゆっくり往復するね。スロースローですか。うん、でも今のところ大丈夫そう。問題はほとんど上空にいるから攻撃しづらいことかな。連撃はきついね。チクチクやるしかないみたい。ですね。まあ避けつつ地道に入れていきましょう。この時が最大のチャンスね。もっと降りてきてくれないかな。お、来た。ちょ。
右だと届かないとかあるの？ちょうど位置がまずかったのかも。なんか別に強くない気がしてきた。おや？そういうから新パターンが出てきたじゃない。なるほどね、止まった時は追尾すると、そこからすぐ動けば大丈夫そうです。いいね。久々の三角、これが一番楽かな。しまった。赤くなってきてる。危なかった。成功するかが大事ね。そろそろか。赤いけどね。ふう、やっと。まあ大変だったけど、やっぱりクエストのボスの方が少し楽だね。そうですね。魂を売ると地獄に落ちるものです。下手したら地獄にも行けずに次元の狭間で永遠にさまよう。そんな無の状態になることも。そうね。フリミーズ。身も心も悪魔になってしまったか。悲しいわね。ちなみに絵画からすぐ近くだと思ったけど、ここからはいけなかったんですね。だから結局遠回りしてくる必要はあったんだ。なるほどね。ということで気になってた上も見てきます。そうそう、見ないままだったもんね。孤児院に似ているという話でした。どこがと思わなくもないけど、そういうものなのかな。望遠鏡ばかり置いてあるよね。ボスっぽいんだけど、まあでもいいか。あ、三色。これも向こう側にスイッチか。で結局来る必要なかったんじゃないか。そうなるね。でも確認できたんだからよかったね。はい、すっきりしました。それではこの右側を降りていきますか。戻ってくるときに大きくなるんだね。まるで獣が襲いかかっているかのようです。あの瞬間だけ特別強かったりするのかな。だいぶ遠くだから狙うのは難しいけど。そうね。右上にも行けそうだけどマップ表示はない。降りないと満足に攻撃できませんね。弱点をつけないのが痛いね。届いてないし。おい、
妙に静かね。なぜ曲が止まったの？ちょうどループの合間だったのかしら。そうだ、右上。壊せる壁だったか。じっくりを見たい方はいつも通り一時停止でお願いします。世界観を補足するためのもので、謎解きに直接必要なヒントではなさそうですね。まあそういう場合太字になってたりするもんね。そうですね、色が変わってたりして。ショットが強くなってる。シールドも長くなってきてるし、使っても困らなくなってきました。いいことだ。ああ、また止まっちゃった。なんだろうな。またボス。ここでボスか。ここまでにセーブはなかったですよ。え、この先にもなさそうなんだが。このまま戦うのはさすがに不安すぎます。だってさっきのサキュバスからセーブしてないし。そうなの。さっき孤児院に行った時にすればよかったな。やっぱりないんだな。こういうところが壊れて隠しセーブなんてこともないし。それがあったらびっくりだよ。嬉しい反面クレームは出るでしょうね。何？たまにこういう罠があるからな。そうなるとショットも出せないからね。急に生命の危機に陥るから焦ります。さっきまで平和に暮らしていたのに。うん、平和に暮らしてはいない。こういうのが一番困る。無理やり突破が基地です。へえ、珍しい。そういうのも考えていかないと。セーブしてないから。それもそうだった。さあ、いつの間にかもう近くに来ましたね。反対側に出たね。これで開通と。よし、じゃあ待望のセーブをしてこよう。そして、そうだな。やっぱりボスは倒した方がいいよな。途中のあれか。だいぶ遠いけど、仕方ない。今回は目的地を諦めて、頑張って移動してもう一人ボスを倒したいと思います。いずれ行くんだもんね。遠いけど10倍すればかなり早いな。え？ロボみたい。今までとはだいぶ様子が違うな。逃げちゃダメだ。ダメか。何？投げてくるタイプ。そんな、しかも乗れないのか。うお？やばいねこれ。ギリギリ間に合った。
遠くからアピノのショットが一番安定するかもだけど、結局これが来るしなあ。ライフが減った？まずい。縦投げは一番端にいれば大丈夫か。しかしあの時が一番のチャンスなんだ。接近戦は不利じゃない？見てるとそんな感じがしますね。おい？やばいよ、あとライフが1。ここまで苦戦するとは思わなかった。どう戦うのが一番いいのか掴みきれてない。そしてこれのタイミングもいつも外しているんだけど、落ち着け。遠くからショットが一番楽だけど、シールドを失った時のミスが怖いので、かなりリスクは高いです。かといって近づいたらもっと危険だし、強敵です。盾をしゃがんで避けられないの？なんか無理だった気がするんだけどな。だから結局下がって避けてた気がします。でもなんだかんだ真っ赤になってきた。よくライフ1で耐えましたよ、自分のこととはいえ。おお、勝ちとは。さすがに慣れたらライフを失うことはなかったから、シールド管理を油断しなければここまで苦戦はしないかも。危ないところだったね。まるで何かを守っているようだったけど、別に何もないんだよな。そして何が問題って、ここからライフ1で帰らなければならないことだったりして。え、もう劇場？はい、カットしましたけど、なんとか戻れましたよ。ライフ1のままは心臓に悪いです。まさかボスが2体とはね。でもこれでカプラの大釜の攻略は終わったかな。そうね、これですっきり次に進めそう。そうなんですか。そうは見えないけどな。よし、それじゃ次回こそ例の目的地に向かおうと思います。お楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。